はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。まあ、今回はなんちゃってモデルを作ろう、デジタルトランジスタ編です。まあ、前回ですね、さあ始めようのシリーズでこのモデル概要と使い方を説明しました。まあ、今回はですね、そのモデルをどうやって作ったかということをご説明していきたいと思います。まあ、まずですね、一番最初にこの LT スパイスに登録されているスタンダードライブラリーの中から、まあ、今回のこのデジタルトランジスタの特性によく似たものを選んできます。まあ、それは Python の力を借りるわけなんですけども、まあ、Python のですね、標準モデル自動ソーティングというプログラム、まあ、割と最近ですね、リリースしましたので、そちらのプログラムを使っています。まあ、概要欄に URL を置いておきますので、ぜひ参考にしてください。まあ、その標準ライブラリーを検索するための条件がここに書かれているわけですね。そして次にですね、まあ、データシートからデバイスの特性グラフを抜き出してきます。そしてですね、そのグラフをですね、ウェブプロットデジタイザーでこのようにしてですね、グラフからデータ点を抜き出すわけですね。この赤い点がそうなんですが、まあ、そうして CSV ファイルを作ります。まあ、そうしましたらですね、このようなシンプルな回路で先ほどのグラフを同時にプロットしながら、このトランジスタの特性がそれにマッチするかどうかということをこちらでですね、まあ、ステップコマンドでこのトランジスタのパラメーターを可変しながら追い込んでいくわけですね。まあ、データシートにはですね、入力電圧対コレクター電流という特性と、まあ、それの立ち上がり時点の微小な部分と、まあ、直流増幅率がグラフに乗っかっていますので、まあ、3つを取り上げて比較しながらチューニングするわけですね。まあ、そしてモデルが出来上がりましたら、このようにちゃんとしたシンボルを作りまして、まあ、それでですね、ここの添え字番号1から6、6種類のですね、まあ、各モデルがどんなふうに違うのかということを、まあ、やはり Python の力を借りまして、サブサーキット AKO のプログラムで同時にプロットして確認をするということをしました。まあ、こちらのサブサーキット AKO もですね、まあ、最近動画にしていますので URL は概要欄に置いておきます。まあ、一番最初にですね、 Python の仮想環境を立ち上げまして、まあ、プログラムを起動後ですね、まあ、こちらの回路図を選ぶわけですね。まあ、そうしますと Python のプログラムが動きまして、該当するモデルは1個ですということで1個見つかりましたね。まあ、その見つかったファイルを開きますとね、この 2SC の 3906K っていうのが、まあ、該当だというふうになってますね。まあ、そこでですね、チューニングをするためのファイルを作るわけです。まあ、ファイル名はですね、rn1201.lib というふうにしまして、このようにサブサーキットで始めるようにします。名前は rn1201 ということですね。まあ、そしてここにですね、先ほど見つけてきたモデルを置きまして、まあ、モデルの名前はですね、このように変えるわけですね。サブサーキットの中で宣言する形にします。まあ、そしてですね、調整するパラメーターは全部で4つにしています。まあ、ですからここにですね、パラメーターズコロンというふうにしまして、この IS、ISE、BF、IKF というような調整したいパラメーターをここに登録するわけですね。そしてこのモデルのところのこの IS のところはですね、ここのシンボル IS をそのままここに持ってきています。まあ、この名前とこの名前は別物ですね。まあ、この大括弧でくくられてますけども、まあ、どうやらこれはなくてもいいようですけども、こんなふうにつけておきますとね、
まあ、なんかよく目立って分かりやすいかなということでつけています。このようにパラメーターズで指定しておきますと、このサブサーキットもですね、上位の階層からですね、このパラメーターを変更することができるという仕組みになっています。準備ができたところでやらなければいけないのは、データシートのこのグラフからデータ点を抽出することですね。このようにですね、ウェブプロットデジタイザーを使いましてデータ点を抽出します。この赤い点が抽出されるデータ点になるわけです。そしてそれを CSV ファイルに落とします。出来上がった CSV ファイルを見ますとですね、このように横方向の電圧の軸と縦方向の電流の軸ということで並んでいるわけですよね。そしてその生のデータからこのようにですね、 LT スパイスに取り込むためのファンクションの形でビヘビア電源で定義した、こういう構成のですね、データに変更するわけですね。こちらの中身がこの右側のこの赤い文字のところになります。そうやってですね、 ICVI と ICVI のオフとそして HFE のこの3つのグラフが、データ化できますとね、次はこのトランジスタをここに置きまして、もちろんサブサーキットのトランジスタですね。そしてここにですね、ライブラリーのインクルードを書くわけですね。でこのトランジスタはですね、右クリックしてみますと、ここにですね、ライブラリーに渡したいパラメータのイクオール記述があるわけですね。パラメータを見ますと、IS には IS、ISE には ISE というような形ですね。そしてこの渡すための変数はですね、その下のところにですね、このようにパラム IS イクオールということで具体的な数値が書かれているわけですね。調整する前はですね、ここの数値、出発点のモデルの数値をそのままここにコピーして置いておくわけですね。このチューニングではですね、この3つのパラメーターについて1つの回路図でチューニングしていきます。ですからそれぞれこのようにまとめてコマンドにしてコメントにしたり有効にしたりしているわけですね。そしてそれぞれのチューニングでグラフの見る方向が少し変わります。そのためにですね、シミュレーションした後プロットファイルを選択するというような方法をとっています。デンスパでもですね、あまり紹介をすることがないような方法なのでピンとこないかもしれませんけども、実際にやってみると分かってくると思います。それでは一番最初のシミュレーション確認をしたいと思います。こちらの VCE はですね、データシートにのっとって 0.2V です。そして入力の電圧を 1.3 から 10V まで可変しています。このような画面が出るかと思いますけども、これはこの回路図でデフォルトで開くプロットにこうやってコメントで書いているんですね。そしてこちらの 2-1 を評価するときにはこの 2-1 チューン ICVI.plot を開いてくださいという意味です。それはどうやって開くかと言いますと、こちらのグラフを選んでこのプロットセッティングからオープンプロットセッティングファイルというのを開きます。そうするとダイアログにですね、プロットファイルが出てきますので、こちらの 2-1 チューン、これを選ぶわけですね。そうしますとですね、このようにグラフが出てくるわけです。こちらのこの赤い線、この赤い線はですね、先ほどウェブプロットデジタイザーで取って、データ化したファイルですね。このファイルでデータシートのカーブをこのように赤線で再現しているわけですね。今もうチューニングした後なので、まあまあ近い値にいっていますね。この大きい電流のところでもっと近づけようと思いますと、こちらのですね、ステップコマンドで IS や BF を変化させると、この特性はですね、変化するわけですね。試しにこの BF をやってみたいと思います。こちらのコメントのマーク、米印を取ります。そしてシミュレーションするわけですね。このようにですね、この BF を変化させますと
このような形で変化するということがまあ分かるわけですね。反対にですね、この IS を変化させますと、このようにですね、この小さいところのエリアでよく変化するのが分かると思います。こうやってですね、このグラフで IS と BF を中心に調整をしていくわけですね。そうしてですね、ちょうどいいなと思った値をここの IS のところや BF のところに書き込むわけですね。そしてシミュレーションをすると、こんなところでしょうかということになるわけですね。もっともっとですね、細かく詰めていくこともできるかもしれません。ただしですね、他の特性もいろいろチューニングしていきますとですね、こちらがやはりずれてきますので、ほどほどのレベルでいいかなというふうに思っています。次は HFE ですね。こちらを有効にして、このグラフを閉じまして、そしてプロットをですね、HFE に切り替えるわけですね。結果はこのようになりまして、この赤い線がデータシートから取ってきたものですね。そしてこの茶色の線が今のシミュレーションです。この HFE のところではですね、パラメータこの IKF、こちらの電流の多いところのカーブをある程度調節します。この IKF を有効にしてシミュレーションすると、こんなようになりますね。この電流の大きいところでですね、こんな風に差が出てくるわけですね。そうやっていいポイントを見つけるわけです。あとはですね、モデルの状態を確認するという意味で、このオンの特性とオフの特性を見てみるわけなんですね。こちらの2の4を選びますと、見たいグラフが出るというような形になっています。こうやってですね、一つの回路図でこのトランジスタのパラメータをこのように宣言しまして、そしてですね、シミュレーションの形を少しずつ変えながらモデルをチューニングしていくというような話になるわけです。このようなですね、ファイル名 RN120X というようなライブラリを作るわけです。先ほどチューニングしたモデル、ちゃんと実際の値を入れましてね、この先頭に書くわけです。その下にですね、サブサーキットというような形で書くわけですね。トランジスタのつながりをですね、ここに書くわけですね。こちらの抵抗とトランジスタのつながりということですね。そしてそれができましたら、この部分をですね、複数個を繰り返しコピーしまして、サブサーキットの名前が2あるいは3というふうに種類を増やしていきまして、同時にですね、この中の抵抗値も変えていくわけですね。これらデータシートに乗っかっている組み合わせで設定をしていくということになるわけです。そしてこのようにシンボルエディターでシンボルを作りまして、アトリビュートから一番下にですね、モデルファイルということで、先ほど作ったファイルをですね、このように登録するわけですね。これでシンボルとリンクができたわけです。最後はね、確認ですね。この回路で確認する限りはですね、1個しか確認できないわけですよね。軸をですね、これ対数軸にしていますので、見たいところだけにズームインしますと、このようなデータシートのグラフと同じグラフが出てくるわけですね。1個しか見えませんけど、これを2とか3とかに名前を変えればいいんですが、ここでこのサブサーキットを AKO をする Python の力を借りるわけですね。こちらからコマンドを入れまして、このコマンドが書かれているファイルを選びます。そしてですね、シミュレーション終わりますと、それぞれ123456という形で、こちらの入力電圧対コレクター電流のカーブがこう出てくるわけですね。これをですね、データシートのグラフとまた見合わせまして、大きく離れていないかどうかっていうふうな確認をするわけですね。そしてですね、この RN、PNP のトランジスタに関しても全く同じようにですね、
まあ、データシートのグラフからデータを抽出してモデルを作っていって、まあ、このように出来上がります。そしてこの最終確認で、まあ、同じように確認しましてですね、まあ、この辺の電圧の立ち上がり位置とか電流の位置等を確認するわけですね。そのような手順でめでたくこの RL12 シリーズあるいは RL22 シリーズのデジタルトランジスタのモデルができたということですね。まあ、今回見ていただいたようにですね、まだ少しモデルを詰めることができるかと思います。まあ、皆さんもですね、参考回路を使って、まあ、ぜひですね、パラメータをどのように変化したらどんな風な結果になるかということを体験してみてはいかがでしょうか。